こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、デートをした時のスマートなお支払いの仕方についてお話をさせていただきたいと思います。私はですね、何度も、デート3回目までは、ね、クーポンとかも使ってもいいのでご馳走してくださいっていうお話をね、結構どこでもしてるんですけれども、その際にやっぱ女性って何が嫌だかって、のレジのところでお財布まごまごこうやってやったりとか、なんかお財布を出した方がいいのかな、お金出すのどうしようかなっていう風に迷ってる時が一番嫌なんですね。なのでできればお会計のね、もうごちそうさまってお腹いっぱいだねっていう話をした時に、あなたが、立ってお手洗いに行くふりをしてお会計を済ましてしまうか、まあ、タイミングよく女性がお手洗いに行ってくれたら、その間にねお会計を済ますとかしておくといいと思います。ただ最近ですね、思うのが、まあ、女性がお手洗いに行っている間にお会計を済まそうとすると、お会計をしている間に女性が戻ってきてしまうっていうケースがね、結構あったりするっていうのをよく聞きますので、あなたがお手洗いに行くふりをして先にお会計を済ました方が今はスマートだと思います。で、何事もなかったように、じゃあ行こっかって言ってそのままね、こう腐っていくみたいな感じ、あれ、お会計も払っててくれたのかなって、なんてスマートなんだろうっていう風に女性は思ってくれますので、ぜひあなたの方から立ってお手洗い行くふりをして先にお会計を済ますと、すごいジェントルな、ね、印象を与えますので、やってみてください。ではメルマガ登録の方ですね、こちらの方から、メルマガ登録の方と、あと YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。